はい、それでは、いつも通りエデルさんによる食肉紹介やっていきましょう。今回はレベル8のモンスターですね。全部で9体いるんですけど、今回ですね、まずエデルさんからになっているんですが、まず、都市世界のドクロンの肉を食べて、アイスロブスターに変化します。で、ここでレベルが上がるっていう感じなんですけど、その後ですね、ちょっと戻って、都市世界から出て、植物系のモンスターですね。ジャンボニンニクなどの肉を食べて、シーカーに変化するっていう感じです。今回はエデルさん、ここで終わっちゃうんですが、今回もミシェルさんのターンという感じですね。今、アリ地獄になっている状態なんですが、塔にいる鬼系のモンスターですね、オーガさんを食べて、ブルブルに変化します。これ、字が読めなくて、プルプルじゃなくてブルブルで合ってますね。で、ここでレベルが、8になるっていう感じですね。で、その後ですね、芋虫系のモンスターを食べて、クローラーとかが近いのかなと思います。で、ガンフィッシュに変化します。で、ガンフィッシュがイエローゼリーの肉を食べて、スライム系ですね、のモンスターの肉を食べて、原始槍に変化します。で、原始槍が、ゴーレム系ですね、粘土人の肉を食べて、キメラに変化します。で、キメラがヘビ女系の肉を食べて、セイレーンとかメデューサになりますかね。で、ストーンゴーレムに変化します。で、ストーンゴーレムが、スライム系の肉を食べて、吸血カズラに変化します。で、吸血カズラが、芋虫系の肉を食べて、亡者に変化するっていう感じになってます。はい、まずはエデルさんですね。粘土人だったんですが、お、ドクロン出ました。一体、落ちるかな？うん、落ちました。オッケー。じゃあ食べていきましょう。エデルさんに食べさせて、粘土人からアイスロブスターに変化します。いやー、出てこなかったですね。一応ですね、チャート上の、チャート表、自分で作ったチャートでは、地下全般で出てくるって書いてあるんですけど、なかなか出現率は低かったです。エデルさんがアイスロブスターで、HP330、攻撃41、防御67、素早さ29、魔力が27。防御が高めで、2本のハサミ、噛みつき、触ると麻痺、霊気、丸霊気。霊気に強くて電気に弱いという感じですね。向かいヒット55。そんなでもないかな。おー、霊気54。そんなに強くないですね。グループ攻撃なんで、敵の数が多いと便利かなという感じですかね。オッケー、毒の花の肉落ちましたね。そしたら、エデルさんに食べさせて、シーカーに変化しました。一応ですね、都市世界の吸血カズラーの肉でも良かったんですけど、あとは空中世界のジャンボニンニクでも良かったんですけど、塔の10階の毒の花のが、出てきやすいかなと思ったんで、ここで食べちゃいました。シーカーさんが HP295、攻撃29、防御41、素早さ27、魔力が67。麻痺にらみと破壊光線に、警戒と丸自信、自信が引かないっていう感じですね。おー、破壊光線は強いですね。次はエデルさん、じゃなくてミシェルさんですね。アリ地獄で、止まっているんですけど、まずは、オーガの肉を食べて、レベル上げていきましょう。はい、オーガさんといえば、ここの、14階の森の世界っていうんですかね。の中の城に出てくるイメージがあるんで、ハーピーさんでしたね。よし、オッケー、オーガの肉落ちました。そしたら、ミシェルさんに食べさせて、アリ地獄からブルブルに変化したと。はい、ブルブルが、HP295、攻撃28、防御27、素早さ54、魔力が55と。冷たい手と震えると、罰炎、弱点が炎と、霊気と武器と変化と自信。これがすごい耐性がいいですよね。丸変化っていうのが、かなり耐性が大きい。丸麻痺みたいな感じで、複合耐性だったような感じだったと思います。素早さを下げるんですね、震えるっていうのは。
冷たい手がそんなには強いかな、強くないかな。オッケー、クローラルに落ちました。じゃあ、ミシェルさんに食べさせて、バンフィッシュに変化しました。バンフィッシュが、HP330、攻撃40、防御40、素早さ54、魔力が28。噛みつきと水鉄砲。で、炎に強くて電気に弱いっていう感じか。水鉄砲をこっちで使うのは初めてかもしれませんね。あー、まあまあですかね。どうなんだろう。OK です。イエローゼリーの肉落ちました。ガンフィッシュに食べさせて、原子槍に変化したと。原子槍が、HP295、攻撃28、防御55、素早さ53、魔力は41、爪と噛みつきと3と殺人ビーム。と炎に強くて霊気に弱いと。あー、人特攻かな。お、人型になら効くっていう感じですかね。OK、牧人の肉が落ちました。ゴーレム系なので、ミシェルさんに食べさせて、キメラに変化しました。だいぶ降りてきちゃいましたね。6階の牧人、粘土人じゃなくて牧人にしちゃいました。ミシェルさん、キメラが HP262、攻撃37、防御36、素早さが49、魔力が50と。爪と牙と3つの頭と炎も使えて、地震に強いと。参加人。おー、かなり強いですね。OK です。メデューサの肉が落ちたので、キメラに食べさせて、ストーンゴレムに変化しました。ストーンゴーレムが HP330、攻撃が55、防御41、素早さ28、魔力が53。魔力も高いんですね。キック、体当たり、毒斬り、地震と。おー、で、丸変化。結構いいですね。キック使ってみよう。96、まあまあですかね。おー、188、結構強いかも。おー、地震、全体攻撃なんですけど、あー、結構強いかも。OK、イエローゼリーの肉は落ちました。ストーンゴーレムに食べさせて、ミシェルが吸血カズラに変化しました。植物系ですかね。吸血カズラが HP368、攻撃41、防御42、素早さ27、魔力が28。触手、噛みつき、血を吸う、巻きつくと丸毒と、特に強いという感じですね。おー、溶かすみたいな感じですかね。吸収すると。OK、クローラーの肉は落ちました。植物の吸血カズラに食べさせて、猛者に変化しました。はい、猛者が HP330、攻撃が50、防御が25、素早さ24、魔力が37、爪と毒の牙と巻き爪と丸麻痺がいいですね。あと弱点が炎という感じですね。はい、ですね、レベル8のモンスターこんな感じなんですけど、全部で9体という感じなんですが、一応おすすめを紹介するとしたら、この辺になってくると結構強いモンスターも出てきて、ストーンゴーレムとかも強かったんですけど、個人的にはキメラが強かったなという印象でした。3つの頭10回しか使えないんですが、力依存の12っていう攻撃性能で、かける3で3回ともヒットすると結構ダメージが出たので、はい、おすすめでした。キメラさんですね。はい、そしたらですね、都市世界進めていきましょうか。はい、都市世界のアドベンチャーズギルドなんですけど、交代していこうとすると、イエローゼリーとアリジゴクとアメフラシとトリケラトプスっていう感じですね。なるほど、なるほど。結構強いモンスターが仲間になるという感じなんですね。はい、それではパート14始めていきましょう。前回ですね、都市世界に行きまして、ちょっと食肉を進めたって感じなんですけど、これからですね、総長と、総長の仲間になって、スザクを倒すために、スザクのバリアを、消す装置を作ろうみたいな感じで止まってるとこですね。なんで、地下通路を通って、部品を探していくっていう感じですね。普通に建物の中、このバイクで入れるの、すごいですよね。
で、画面を切り替えるともう一個あると。乗るとさらに乗れるんですが、まあ一台になっちゃうって感じですね。OK です。で、一応ですね、バイク建物なんか普通に入れるんですけど、人には話しかけられなかったりですね。あと建物の中でも降りられるのと、あとそうですね、話しかけられないのと、宿屋なんですが、宿屋はなぜか進めなくて、降りて進むしかないっていう感じになってますね。はい。どうでもいい豆知識っていう感じなんですが、先に進んでいきますか。OK。で、一応ですね、引き続き、フィールド上だと朱雀が出てきちゃうので、地下通路を進んでいきます。何個か経由していく感じになると思うんで、まずは、右上の地下通路から行きましょう。ガンフィッシュさん。ブレイクの書で数が多いので倒してしまいましょうか。お、サンダークスで一撃。オッケーです。一応降りられるんですけど、バイクに乗ったまま行きましょう。お、吸血カズラさん。前回変身したやつですね。破壊光線と。うん、結構強いですね。うん。OKOK。特殊能力なの、エスパーが覚える炎とか霊気が、だんだん一撃では倒せない威力になってきちゃいましたね。一応魔力乾燥してるんで、かなりダメージは出るはずなんですが、こっちには何もないと。で、さらに上に進んでいくと、こんな感じでまたフィールドに出るんですが、すぐ地下通路があるので、ここに入っていきます。お、27号。ロボット系のやつですね。最高ソードとサンダークスと。よし、これで行きましょう。おー、ロケットパンチ。なるほど、なるほど。おー。あと2体と。うん、こう。124強いですね。あと1体と。うん。防御力が結構強いのかな。ちょこちょこ回復もさせていきますか。OK。なんとなくこの駅の感じを再現してるんですかね。そしたら、ここですかね。で、上がっていくと、ここに建物があるんで、この感じの地形だと、バイクで行けない感じになってるんですよね。なんで、降りて入っていきましょう。右上に地下通路またあるんですけど、一旦ここに入って、ここが図書館ですね。これ手動で調べても確か意味がなかったような気がしたんですが、あれどうだったかな？ちょっと歩いてみましょうか。あ、そうですね。上まで行くとイベントがあると。これは自動的に動いていて、で、一周すると。何もないと。という感じなんですよね。これロケハンの時に、今度は一個ずつ自分で手動で調べちゃったんですよ。で、最後に右上に到達して、で、イベントが始まってなんだっていうことがありました。じゃあ、2階に行ってみましょうか。ここでも、ここそうですね。右上でイベントが始まって、うん、ここに入っていくと。で、ここに、あったぞ。秋葉は東へ14、北へ15だ。ここからっていうことだったかな。東なので、右に14、上に15って感じですね。で、すいません。今撮っちゃったんですけど、この、秋葉の位置が記された本の真下の本棚に、ブレイクの書があるんで、格下から箱みたいな感じですね。
他には何もなかったと思うんですけど、あれ、なんか敵とエンカウントした記憶があるんですけど、出なかったかな。あれ出ないかな。あ、もう一回イベント始まっちゃうみたいですね。OK、同じところで。なるほど。じゃあ、すいません。行きましょう。もう一回始まらないようにこうして、OK です。あ、やっぱりエンカウントしましたね。なんか、ドクロンとかと戦った印象というか、イメージがあって、はい、OK です。じゃあ、ですね、こんな感じで、一応隠した宝箱があるだけで、あとはイベントだけなんですが、終盤で入れなくなっちゃうんですよね。都市世界の終盤で、スザクといざ戦うぞっていうタイミングで、地下通路、地下鉄とか、あと、この図書館とか、あとですね、空き場にも入れなくなっちゃうと思うので、取り逃しに、取り逃しに注意っていう感じですね。はい。じゃあ、進んでいきましょう。一歩目で出ると。はい、OK です。じゃあ、行ってみましょう。東に14だから、ここが、1、2個目かな。3、4、5、6。スザクさん。一旦では逃げれない。あれ？本当にすいません。忘れちゃいました。1、2。あれ ?1、2、3、4、5。5、5ですね。5。5。OK。6、7、8、9、10、11、12。13で地下鉄。14、15。北に15か。OK です。ここで、あとはもう、とにかく上に行けば入れるという感じですかね。ありましたね。ここが空き場みたいなんですが、特にフィールドに何かあるという感じじゃなくて、確かですね、図書館の情報がなくても入れた記憶があるんですけど、どうだったろう。はい、とにかく、ま、ここにあるということなんで、ここにも宝箱いくつかあるんで、取り逃しがないように行きましょう。家があると。で、敵も出てくるっていう感じですね。家に入って、宝箱取るときだけは降りなくちゃいけないですよね。このロムっていうのが貴重な、探していた部品っていう感じですね。おっと、アイテムがいっぱいになっちゃいましたね。で、こんななって何もなしと。アンモナイト初めてですね。一体。おー、炭を使うと。一撃ではないと、なるほど。オッケー。で、食べないと。はい、じゃあ、先に、ん？これはもしや、一回逃げますね。あれですね。何度でも手に入るやつですね。竜の鍵とか、空気の実とか、そういう感じのやつみたいですね。OK、捨てちゃっても何度も手に入ると。OK です。じゃあ、取り逃しがないように全部見て回りますか。OK です。ここに生き返りがあると。なるほど。いつも通り本棚は何もないようなので、よし、じゃあ次の建物に行きましょう。こっちかな。ヒドラさん。3体か。ブレイクでこっちかな。お、聞きましたね。オッケー。よし、ヒドラにか食べずに。よし、じゃあ宝箱。ここに猫の爪があると。素早さ依存の武器ですね、猫の爪。こっちにもあると。よし、じゃあ行ってみましょう。宝箱。おっと、まただ。はい、OK です。ここにハイポーションがあると。なるほど、ハイポーションか。OK。こんなところですね。はい、そしたらですね、もう一個部品が、このあたりにあるので、そこを取っていきたいと思います。ここから、右上の方にですね。
と須坂さんは、おっと。はい、ここにですね、もう一個建物があって、ここが確かアメ横だったと思うんですけど、あれ？この人は話しかけても意味がないみたいですね。ここにアイテムが売っていると。IC ボードっていうアイテムだったんですけど、お、ドラゴンソードいいですね。猫の爪、サイコソード、波動砲。1、10、100、1000万、10万。これ310万に見えるんですけど、3回使えるのが、10万キロで売っているっていう感じみたいですね。と、アイスシールド。これも新しいですね。と、鉄桁とブレイクの小鉄の小。なるほど。ここにブレイクを売っていると。何か買っていきたいですね。ドラゴンソードと、あーでもアイテム欄は、あれなんでしたね。一個開けとかないといけないから、OK。ドラゴンソードだけ、一旦装備させておきますか。ドラゴンソード。よし、じゃあ行ってみましょう。この人も話しかけても意味がないと。この人たち、そのアメ横の人たちは話しかけても意味がないみたいですね。復活の館で、でこっちにちょっと怪しげな通路があるんですけど、一旦置いておいて、で、宿屋と。で、ここは、あ、アドベンチャーズギルド、都市世界には2つあるんですね。で、ここもアイテム屋さん、飛び膝蹴りだけ謎に売っていると。ファイヤー3番。あ、で、ここに癒しの杖ありましたね。オッケー。あとは、状態異常回復と。なるほど。で、こっちは、外に出ちゃうんですけど、ですね。さっき怪しげな通路があったところに行ってみると、ここは外に出ないで歩けるようになっていて、この、なんて言うんでしょう。緑のところに出ちゃうと外に出ちゃうんですけど、ここにアイテム屋があります。マスター、ボードが必要。どんなロムを探すんだ。そのロムならなんとかなんとかって言ってましたね。足ボードを手に入れたと。ふんふん。オッケー。これも何度も手に入れられるやつみたいですね。この二つの部品が揃ったので、賊の町に戻っていきましょう。そしたらですね、地下鉄が左下にあるんで、ここから戻っていきましょうか。よし。縦に連なってる線路って感じか。なるほど。で、特に宝箱はないみたいなんで、普通にフィールドに出て、左下の方に歩いて行っちゃってもいいのかなという感じです。ここは図書館の近くのやつですかね。お、原始アリさん初めてかも。あとギガーズも初めてですね。どうだろう、強いかな。うん、一撃じゃない。おー、強い。うん、オッケーオッケー。で、倒していくと。おー、オッケーです。あー、横に一直線って感じですね。お、ラミアさん、初めてかな。サイコソードで行ってみよう。うん、一体倒して、こんなって、あー、ちょっと足りなかったかな。オッケー、倒せました。肉は食べないでオッケーで。じゃあ上に行きます。で、ここが図書館があったとこですね。おーし、逃げれた。で、あとは通常通り、地下鉄から戻っていっちゃってもいいんですけど、こんな感じでフィールドで歩いていっちゃってもいいかなっていう感じですね。左下の方にありましたね。進化が難しいとされてきたドラゴン種族のモンスター。この食肉を使って、いくつかできることが判明したので、それも試してみたいと思います。はい。先ほどの進化の過程で、ブルブルになったり、コカトリスになったりしたと思うんですけど、それぞれですね、ブルブルが青龍の肉を食べると、ヤングドラゴンに、
エクパトリスがセリの肉を食べると、グレートドラゴンに進化できることが分かったので、ちょっと海洋世界の最後まで進めていきましょう。OK です。石になっちゃうんですね。倒せました。はい、ですね、塔の5階までやってきました。ここでブルブルに芋虫の肉を食べさせて、ハンマーヘッドに進化させていこうかなと思います。OK です。芋虫の肉を食べさせて、ブルブルをガンフィッシュに変化させていきます。で、ガンフィッシュを、に、セリューの肉を食べさせて、セリューになります。すいません、さっき多分説明間違っちゃってましたね。すいません。セリューも石になってしまうんですね。OK です。じゃあ、セリューの肉を、まずは、ガンフィッシュに食べさせていくと、ヤングドラゴンに変化します。で、ヤングドラゴンが、368の HP で、ポイ51、防御49、素早さ35、魔力が65。使える技が爪牙、炎、目つぶし、丸地震という感じですね。はい、もう一回倒しました。はい。で、今度はですね、コカトリスに食べさせると、グレートドラゴンに変化します。はい。グレートドラゴンが、アドベンチャーズギルドにもいるので、改めてその時紹介できればなと思うんですけど、HP501、攻撃66、防御が64、素早さ47、魔力が83です。使える技が爪牙、炎、目つぶし、丸炎、丸地震という感じで、ヤングドラゴン、やっぱドラゴン種と結構使える技が似ているような印象ですね。はい、こんな感じでですね、ドラゴン系のちょっと進化しづらかった種族が、大陸世界で、強いモンスターにすることで変化が可能だったという感じでした。一応ドラゴンキットがですね、当てはまる組み合わせがなくてですね、それだけちょっと断念しちゃったんですが、一応ドラゴン種族こんな感じになっています。はい、ありがとうございました。